はい、西新宿 .net の鈴木です。今回はですね、 SEO について解説をしていきます。中小のウェブ担当の人が一番もしかしたら頭悩ませてるところかもしれませんけど、ですね、まあ、結論から言っちゃいますけど、必ずあなたの、ホームページが競合しているところより上に来る方法をコツをですね、解説したいと思います。で、まずですね、もしかしたら SEO 自体わからないっていうね、方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとこれ、解説させていただきますけど、これ、サーチエンジンオプティマイゼーションの頭文字を取ったもので、検索エンジン、対策っていうのの、略称になります。何やってるかっていうと、スマホとかで、検索して、広告って出てきて、でその後にこう、広告じゃないやつがこう表示されるんですけど、そこの、ところに表示させることが、SEO と言われるものです。で、どうすればね、上に表示されるかっていうと、実は、Google の方のヘルプの方に行くと、Google スターターキットとか、まあ、ちょっと名称ちょっと、忘れちゃいましたけど、確かスターターキットとかっていう、PDF のマニュアルがあるんですけど、そのマニュアルにこの辺のこと全部書いてあります。で、書いてあるんですけど、まあ、なんですかね、翻訳も、まあ、Google の翻訳なんで、それが一般的な用語なのかどうかっていうのもちょっとわからないし、なんせ専門用語だらけで、パッと読んでもなかなかわかりづらいというところになります。で、それをですね、このチャンネルではわかりやすく解説していきたいと思います。で、まずですね、SEO には、たった3つだけやらなくちゃいけないことがあります。内部施策、外部施策、マイビジネス、それぞれ3分の1ずつ、の比重が置かれてます。で、内部施策っていうのは何かって言ったら、今まで作ってきたワードプレスの中身のことです。で、中身がきちっと適切に書かれてるかどうかっていうことが、評価される内容になります。で、これに関しては、実はその SEO のですね、プラグイン、世界中で使われているプラグインがあるので、それをインストールして、設定して、で、まあ、その、スターターキットに書かれているように、きちっと、構成から、中に書いてある、中身のテキストまでを、きちっとこう、細かく設定すれば出来上がりって感じです。この子に関しては。で、外部施策。ここに関しては、昔は、ですね、まあこれ検索してみていただければわかると思うんですけど、Google は、ヘルプに、こういうロジックで、外部の、要はインターネット上のあなたのホームページを、Google はこのようにして評価してますっていうことを、数学的なロジックも書かれてましたし、ページランクっていう、実は、あなたのページは、インターネット上でこのランクですよっていうページランクっていうものを実は目に見せてたわけですね。視覚化してたわけです。ただ今、それを逆手に取る業者がたくさん出てきたので、この外部施策に関してははっきり言って、今は目に見えるものが公式のものとしてはありません。ただ、Google が Google であるためのことの本質だったところなんでね、ここの内部施策、外部施策っていうのは。うちは、その、視覚化されてた時からずっとやってますので、ここに関しては、今でもどうすればいいかっていうことはよくわかってますので、ね、これも、17年の実績を踏まえて、きちっと解説をしていきます。で、これ、まあ、概要、お話しすると、要は、インターネット上で、
どのようなサイトからどういうキーワードでリンクをもらってるかっていうことが非常に重要なことになるので、それをどういうふうにね、インターネット上で構築していくかっていうところが外部施策のところになります。これ機械的に作ったら一発でペナルティ食らってポーンと検索エンジンから外されますので、これ、まあ、かなり気をつけなくちゃいけないところですね。で、あとですね、もう一つが、Google はですね、もう10年ぐらいになるのかな、要は、検索エンジンのシェアを、まあ、アジア地域を除く、まあ、ほとんどの英語圏で、9割型シェアを取った時にですね、我々は検索エンジン会社ではもうなくなりますと。要はそのプラッ、おっと、すいません。ホワイトボードが、あれですね。プラットフォームの提供会社ですということを、言い始めたわけです。要は、企業理念、経営理念が、10年ぐらい前に変わったわけですね、Google は。で、そこから、数年して、いわゆるその、マイビジネスっていう、こういう考え方が、実は導入されて、要はですね、例えば日新宿 .net だったら、日新宿 .net の会社が何時から何時に営業されてて、何曜日が定休日で、で、会社の中っていうのはこんな感じですとかっていうことが写真とかで、出てきたりとか、動画で出てきたりとか、あるいはその地図情報ですね、位置情報とか、そういうのをこのマイビジネスに登録をしてくださいと。要は公式な情報が、まあちょっと分かりづらいかな、そうだな、ちょっと若い人なんかだと食べログイメージしてもらえればいいかな。例えば食べログなんかっていうのはお店が情報を入力する場合もあれば、ユーザーが入力したりとかってありますよね。でそれらが集まってなんかそのお店の正式な情報になってるじゃないですか。まあそのようなものを、Google が始めたわけです。で、それを、きちっとビジネスオーナーが承認をして、ちゃんとしたものに、していくっていうことですね。で、これら3つがきちっと、できていると、当然、いいサイトだっていうことで、いい情報だ、質のいい情報だ、これを、検索の上位に上げるべきだっていう判断を Google はするわけです。ですから競合他社が実はこれ100点満点取るのってやっぱりなかなか難しいわけですよ。で、競合他社がどういう状況なのかっていうところを把握して、競合他社と同じところはきちっと自社のホームページでもやる、自社のホームページの外部リンク、宣伝するところにもきちっと宣伝する。で、マイビジネスも当然、相手がやってなかったら自分たちはやる。で、それらをきちっとやって、相手より点数が上になれば必ず上に表示されますから、まあ相手を知って自分をきちっと知るということが、SEO で相手より上に出させるっていうことになります。で、まあ、まとめになりますけど、競合他社より上に行くためには、競合他社より、上の点数を取ればいい。まあ、それだけのことです。で、やらなくちゃいけないことは、内部施策、外部施策、マイビジネス。それぞれ3分の1ずつ、重要度があるので、それらをやっていくということです。で、まあ、ここからちょっと、日新宿 .net の、宣伝になりますけど、日新宿 .net は、今期17期目のホームページの制作会社で、過去に、1700件以上の、ホームページの制作実績、SEO の、上位表示の、実績があります。で、なんでこんなことやってるかっていうと、一つは、まあ、うちのお客さんに、どんなことやってるかっていうことを知ってもらうために資格化しているっていうこと。で、もう一つは、
まあ、中小のウェブ担当の方、まあ、本業がありながらね、やらなくちゃいけないこといっぱいあるわけですよ。で、まあそれそういうのを、まあ、手助けになればいいかなと思ってやってます。で正直あの本業やりながらこれだけのことをねやらなくちゃいけないんで、まあ全部やりきれないっていうことであれば、まあ一部ね、弊社に、外注してもらえればなみたいな形で、配信させていただいております。では、次回は、ワードプレスの方の、SEO の設定内部施策に関して解説していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。